常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様ね、面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。高射道フリーイベントとか言ってね、話題になってるオリンピック韓国選手団ですけど、いやー、このね、高射道フリーイベントすごい概念だなということでね、早くもネットが騒然となっております。まずですね、この韓国選手団にね提供されるお弁当なんですが、本当に高射道フリーかどうか測ってるらしいんですよ。どんな風に測ってるかっていうのもこれ話題になってまして、ネットで散々出てますけれどね、今私が見てる写真ではですね、これちょっとテレビの画像なんで見せらんないんですけど、韓国メディアが伝える放射能フリーイベント、韓国選手団向け独自給食ってところで、これなんでしょうね、プラムかな、ソルダムみたいですか、なんか果物みたいなやつなんですけど、放射能フリーイベントを提供できる意義を強調、キムチなどは韓国から持ち込み、日本で調達の食材は放射性物質検査って言ってですね、簡易的な空間線量計をですね、食べ物に当てるというですね、極めて精密なこの放射能検査をしているということで話題になっております。早速ですね、ネットの反応をね、ちょっといくつか検索したのがあるんで出てくるんですけど、一応ねこんな感じです。空間線量計で食品を測るなとかねそれからね、どういうことですかとかね、外の気温を確かめるのに温度計ではなく体温計でやってる感じとかですね、食品に空間線量計使うってすでにアウトだし、それもカバーもしていないし構成してるかも怪しいぞと、10年前の頭悪い半原発の人たちみたいじゃないのと。これどういうことかというとね、カバーしてないと線量計にちょっと資料がくっついちゃったりとかして、その資料にもし放射能含まれてた場合はですね、どれ測っても全部高く出ちゃうってことあるので、ちゃんとカバーをつけてですね、違う食品測るときは違うカバーかぶせてって感じで、こうね、機器自体が汚染されないようにしなきゃいけないってことです。で、構成っていうのはちゃんとですね、測定値が正しいかどうかっていうのをね、基準器を使ってですね調整をしなきゃいけないんです。これ構成って言いますよね、測るやつね、工場なんかでノギスっていうのなんですけど、ノギスをちゃんと構成するためのその基準器みたいなやつがあるわけですよ。それでちゃんとやってですね、例えば10ミリなら10ミリってところに当てて、10ミリって値が出るかどうかっていうのを確認して、何月何日構成済みっていうちゃんとシール貼ってそれでやるっていうのは、これ品質管理の基本なんですけど、構成もしてるかどうか怪しいし、そもそもカバーしてないやつをこんな食品に当ててやってるんで、こんでどれだけできるんだと、まあ、当たり前のツッコミですよね。品質管理やってる人からすれば当たり前のツッコミですけど、こういうのを受けてます。それからね、みんなで空間線量計で食品の放射能を測れませんよと言うと面白いことになるでしょうねそうですね。それからこういう人もいますね。ガイガーカウンターというか空間線量計かっこ多分シンチレーター式本気で検査してしまって、クレマルリンぐらい信用ができない手法、そもそも空間線量を測る機械で測るなだし、福島農水産物とかだけすげえ厳密にやってるからなと。そう、福島のね、実は農産物、水産物っていうのは厳密に検査をしました。またちょっとまあネットで軽く検索してですね、厚生労働省の医薬品食品保健部監視安全課というところが出してるね、緊急時の放射線測定マニュアルってあるんですよ。これ平成14年3月出てですね、これで一応ね、原発事故が起こった後にしばらく出るね、1週間ぐらい非常に濃度高くなる要素について測るときには空間線量計で簡易的に測ることができますよとは書いてあるんですが、それ以外のですね各種についてはね、基本的にはですね、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる各種分析法というのを使ってくださいと書いてありまして、そのゲルマニウム検出器っていうのはね、どんなものかというとですね、写真一応あるのでね、お見せするとね、こういうやつですね。株式会社分析センターさんのね、ホームページに出ていたゲルマニウム半導体検出器食品環境放射能測定器ってやつはですね、こんなすげえやつなんですよこういうので測らないとね、一番多分福島がご心配であればセシウムとかだと思うんですけど、こういうのじゃないとなんか測れないらしいんですよね。だけど空間線量計でどうも測れるんですか？まあよくわかんないんですけどね。基本的にですね、この空間線量計で測っても出ないんです。で、私ね、実は福島にね、去年の12月に行った時に処理水をね、空間線量計で測るっていうネタをやったんですけど、その時にちゃんと僕が言ってますよ、これ。空間線量計なんで、これそもそも測れねえし、あと瓶でそもそも遮蔽されて、瓶の上から測っても取れねえじゃねえかってことも自分で自分に突っ込んで言ってましたから。ということなんで、だから逆に言うとですよ、空間線量計で測ってセーフっていうね、ご認定でいらっしゃるからね、韓国選手団が。そうすると日本の食材はどれ測っても空間線量計で測ってピーってなるやつないから、日本放射能フリーっすよ。そんなこと言うんだったら、福島の食材も大丈夫だから、それで食べればって話だし、空間線量計じゃないんだって言うんだったら、じゃあその検査手順間違ってるから、そのお弁当食べらんないね。放射能フリーじゃないよということになるし、一体どっちなんだということで、あーっていう感じですね。なんかいかにもって検査してま
関して絵を出しちゃったがためにですね、墓穴掘ったかなというふうに思います。もう一回言いますけど、空間線量計で測れないから放射能入ってないって言い張るんだったら、日本の食材はもう空間線量計で測って出るもないからね。福島もっとすごい厳密な検査やって出ないんだから、空間線量計なんか出るわけないので。ということはスタッフがおっしゃることね、その基準で言うなら日本の食材はもうとっくに放射能フリーですから、安心して召し上がっていただいていいと思いますよ。そんなコストかけて弁当なんか作んなくても選手村の飯食ってください、美味しいんで。で逆にね、いやいや空間線量計じゃないです、本当は違う検査してるんですって言うんだったら、それ手順を開示してくださいって話ですよ。どっかの国のねワクチンじゃないですけど臨床データをね開示しないで聞きます聞きますとか言ってもさ、結局水みたいなもんじゃん。じゃなくて科学的なですね手順を、他にもね空間線量計じゃない、あれはただ演出で出しただけで本当は違うんだって言うんだったら、ぜひねその手順をねお出しいただいて、日本でもそれ以上の検査やってて安全なんでね出してみてね、日本の検査の方がより厳密だってことになれば別にいらないでしょ。だから日本の食材安心して召し上がりいただいたらいいかなというふうに思いますけどね。なぜこんなことになるのかということなんですよね。基本的には韓国外務省がねあんまりこうえげつないことできないので、民間が代わりにやってるみたいなところがありまして、慰安婦像をね世界で作ってるのも一応民間の団体になってますからね。そういう民間のスポーツ選手をね率いてきた韓国オリンピック委員会がそういうことやってるわけですから、これはでもねちょっとねヘイトだし差別だしね、まあねいろいろ差別だヘイトだと言ってね、オリンピックの関係者も辞任したりとかしているご時世ですから、そういうですね目に見えてわかるね非科学的な差別ね、科学的な根拠に基づかない差別、こういう演技ね本当にやめてほしいなというふうに思いました。ということで空間線量計で測ってる絵を出してですね致命的なミスを犯してしまったということをですねちょっといじりたいなと思ってこの動画を撮らせていただきました。まあまあそれはそういうことあったとはいえね、オリンピックの韓国選手団は方針に従ってやってるだけなんで、日本にいるね韓国ファンの方はぜひ応援してあげてください。それはあの個々人の自由だと思いますのでね、昨日もねサッカー素晴らしい試合でしたんで盛り上がってきましたんでね、ぜひ皆さん応援して声援を送っていただければというふうに思っております。ということで今日の内容面白いなと思った人はね高評価のボタン、そして、ね、チャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガー